野菜、果物、お米など日本の農業を検証する施設園芸植物工場展2014が7月23日から25日にかけて東京ビッグサイトで行われました。この展示会は日本の農業を考える国内唯一の専門展示会で、今回で3回目の開催となります。出展企業は国内外から180社に上り、3日間で3万5000人が来場しました。今回のテーマは、生かそう日本の技術、ここまで来た理想の栽培環境づくりとし、新規で農業に参入する企業や小規模農家、団体、植物工場などを対象に農業の最新技術が紹介されました。こちらのブースは石黒農材株式会社営業企画部長山口さんにお聞きしました。私ども、農業の中で一番大事なのは設備投資と、もう一つ、それを支える技術力、それ両方が必要だと思ってまして、で今日紹介させていただいたプレゼンテーションは、この設備、ここに展示してありますけども、設備をどうしたらうまく使えるか、どうしたら農業が効率よくできるか、生産性を上げることができるか、そういった取り組みを、農業をこれからやろうと思われている方に向けて、プレゼンテーションをさせていただいてます。こちらですね、袋、この中にヤシ殻、ヤシの殻なんですけども、これを培地にしまして、そこにこのようにトマトを植えて、栽培するという、隔離栽培システムという、そういうものです。土作りっていうのが大変な作業になりまして、で土を作るのにも何十年っていうふうに、いい土を作るにはかかるんですけども、これですと機械的に例えば肥料成分をどんだけやったらいいかっていうのが、機械的に数値で表せるんで、初めての方でも取り組みやすい。土の場合ですと、土の中の EC 成分とか pH とか、そういったものが土によって違いますので、これは規格ものですので、みんな同じですので、肥料のやり方が均一にできるっていう、そういう利点がございます。日本の野菜作りが変わっていきます。野菜工場や土のいらない農園など、変化に対応した最新の技術が誕生しています。こちらは種苗会社。埼玉県の時田種苗、なんとイタリア野菜を紹介しています。6年前にイタリアに我々会社を作って、我々の品種をヨーロッパへ売り込もうということで始めたわけですけれども、実はヨーロッパ、イタリアには素晴らしい野菜があるっていうのを、その会社を作ったことがきっかけで僕も知るようになって、で実際食べるとすごく美味しいし、で、日本でやってみようと言って始めたわけですよね。ところがやっぱり向こうの品種を日本に持ってきて作っただけではやっぱり作れないということで、これは我々の力の見せ所だと、いわゆる品種改良の余地があるということで、今品種改良をずっと進めてきて、ここら辺のはようやく日本でもできるようになったというところですね。日本イタリア料理協会という協会がありましてね、そこに我々参助会員としてお手伝いをさせていただいて、でその協会のメンバーというのはやっぱりイタリアレストランのシェフが集まっているところなので、彼らはやっぱり喜んでますよ。本当のイタリア野菜が、国産で手に入る。今までね、彼らはその空輸して使っている場合が多かったですよね。これが今国産で新鮮なイタリア野菜が入るっていうので、ものすごく重宝されてますね。こちらは元 IT 企業、 IT から農業に転身、営業部の篠原さんに事業内容をお聞きしました。アースアグリとは実は6次産業化をサポートするために設立された、農業ベンチャーですね。事業内容としては農業のハウスの提供から、ハウスに入る設備およびその梅土ですね、そこを提供しながら栽培方法のご指導ですとか、あるいはその生産されたもの、農産物を買い取ってそれを売るためのサポート、もちろん、それをマーケティングするブランディングとしてやるため の, サポート、フルサポートを提供している会社ですね。もともとは梅土を作っている、有機肥料、有機梅土を作っている会社です。有機肥料だけでもその有機肥料の良さが出ないと、その良さを出すためにどうしたらいいかということで、今こちらで展示しているハウスですとか、あるいはシステム、環境制御システムを検証した上で、一番適している農産物を適した栽培方法を、ノウハウですね、
を構築した上でそれを新規就農者あるいは新規企業事業として参入される企業様に提供すると、まあ、一言で言うとコンサルティングという的な仕事もしております。日本の農業政策が進んでいるのかそれとも遅れているのか未知数の部分が多くありますが技術は確実に進歩しているようです。国内だけではなく世界中の人間が必要とする食料問題を真剣に考える日本施設園芸協会篠原豊会長にお聞きしました。メインターゲット昔はですね主に企業の、人たちの商談の場を提供しようということだったんですがそうじゃなくて生産者もうあくまでも生産者のための展示会にしようと。それから生産者がここに来て、周りのその企業の展示から自分の経営のヒントを得てもらう。それから、5年10年経つとこんな風になるよっていうのは主催者展示を見てわかる。じゃあうちの経営もちょっとだんだんこういう風にしていこうかというね。まあ生産者って農家さんですね。農家さんがあくまでもあのメインターゲットで来場していただくと。一番大事なのはねやっぱりあの経営者を担い手今の農業の担い手を育てるっていうのは大事だと思ってるんですよ。で、今ねあの300万人ぐらいあの大まかに言うと農家さんっているんですがそれが、200万人は65歳以上なんであと10年経つと200万人ぐらい消えちゃうんですね。で100万人でやらなきゃならない。でこの施設園芸植物工場にあのやっている農家さんというのは今20万人なんですよ。で20万人が、まあ、半分ぐらいにまたやっぱり減ってくるだろうとその時に、ちゃんと対処できるようなものっていうのはですねあの僕らはオランダをよく学んだ上で日本流の施設園芸の技術を構築することだろうと思ってそれだったらね10万人で十分ね日本の野菜は供給できると思っている。むしろね東南アジアとか東アジアにあのクオリティは高いですからだからあの攻めていけると思って技術も攻めていくですから生産物も輸出できるだろうというふうに踏んでいます。